さあ、ラボへの潜入やっていきましょう。ここで間違いありませんね。マダム A、ここは加納先生のお屋敷よ。でっけえな。うちとどちらが広いかな。屋敷の中の研究施設を探します。行きましょう。ねえ。外観通りの屋敷の中は広く、手がかりを探すのは骨が折れそうだ。隻眼の2人は現れるだろうか。手分けして探しましょう。ずいぶん広いね。一人では持て余しそうだ。地下のどこかにその研究施設があるのかな。そこに可能、そしてあの隻眼の子は。なあ、全部見て回ったのに何もねえじゃねえか。人の気配もねえし。マダム、嘘なんかついてないわよ。本当にここで加納先生と。本当ですか。本当よ。本当ですか。本当。ヒャン。おい。金木さんは確認を繰り出し、マダム A の後ろの壁を破壊した。お年だろうが、もしも僕が彼に同じことをされたら、間違いなく全て正直に話すだろう。本当ですか。本当だもんって泣いてるところすみません。マダムが嘘をついてないと判断したのか、金木さんは申し訳なさそうに彼女に謝罪した。おい金木、変だぞこの壁、動いてやがる。金木さんが破壊した壁の奥で、これあれか、あれだな。RC 細胞壁、いわばカグネの壁。しかし一体なぜこんなものが。可能、彼はこの先にいる。行こう。おお、来た。脇がエロい。お出ましか。大きなホールの真ん中、そこに僕らの行く手を阻むように2人の少女が立っていた。消すよ白。了解。黒。かわいい。2人とも目の下、対象の位置に小さなあざがある。どちらかがジェイル、もしくは両方が。ジェイルが1人とも限らない。僕はわずかな可能性にでもかけるしかないんだ。金木さんが横で深呼吸する。君たちの相手をしている時間は。言うより早く金木さんが彼女たちへ向かっていく。少女たちも身構える。みんな任せたよ。任せられたよ金木君。この美食家築山修が君たち2人をナイスティングしてあげよう。テイスティングか。追跡を妨害された少女、白と黒は肉肉しげちげえな。国語力の戦がまたここに来て築山さんたちを睨みつけているか。これさ、いつもさ読みにくいんだけどさ、このスペルとスペルの間にスペース開けるのマジでやめろほんと。築山のすごい。築山さん一人で。築山さんは白と黒2人の攻撃を見事に受けている。やはり彼はかなり力のあるグールみたいだ。しかし相手2人も強烈な連撃で築山さんを追い詰める。築山さんの一瞬の隙をついた強烈な一撃が彼の体に届こうとしていた。危なっ。あれん、なんだいつもこいついんな。俺なんで助けちまったんだ。登場の仕方間違えた。また大喜利か。キザ野郎を助けちまったのはちょっとしたサプライズだがまあいい。あれお前リオじゃねえか。何やってんだこんなとこで。どうも僕も加納さんたちを追っていて。そうか、よくわかんねえけど俺らもそいつ探してくから早もん勝ちだな。マッドサイエントスは俺らがいただくぜ。田口さんから何らかの情報を聞き出したのか。そこに現れたのは青霧の木の面々だった。ナキさんの背後には彼と同じ白スーツの2人と包帯で身を包んだ人物が立っている。おお、パパを狙っている連中。どっちも行かせられない。やれやれ。ドクトル加納の手先と青霧の木のトライアングルとはね。おらー。おやおや、お望みは僕かい？てめえはなんか、突っかかりやすいんだよ。おらゴー。うわっ、こっちは俺らかよ。僕は赤眼の二人よ。ガゴ。うわ、ちょっと。黒、あいつ、行かせるか。僕はナキさんの部下とやり合ってるうちに、赤眼の二人は包帯のグールを追ってホールを走り去る。さらにその後を追ってバンジョーさんが走っていった。バンジョーさん、金木さんを助けに。僕は金木さんを月山置いてっちゃったけどやばいんじゃないかな。僕は大ホールを出て通路に出た。早く白黒を見つけよう。金木さんを見つけないと。金木にするか。一人で行ってしまうなんて。シャチのこともある。もしかしたらどこかで現れるかもしれない。金木さんが心配だ。とりあえず前に進もう。近くに大ホールが見える。どちらへ進もうか。右かな。なんか大ホールに出たら黒潮と合いそうだしさ。曲がり角だ。どんどん歩こう。小さな明かりが点々と続いている。一応電気は通っているみたいだ。一応つか通ってるだろ。普通に電気代高そうな電気代高そうな。左、天井には無数のパイプが張り巡らされている。これだけの施設、可能だけの力で作り上げたわけではないだろう。一体誰が建設したのだろうか。誰だろうな。左っていくとぐるっと回ってるような。絶対近くに大ホールが見える。どちらへ進もうか。左、ぐるぐる回ってるだけなんだよな。曲がり角だ。どんどん歩こう。小さな明かりが点々と続いている。一応電気を通って、あ、戻ってきたんだ。ってことはさっき左に行ったから右に行こう。大きく道が湾曲している。ここで選んだ道でかなり行き先が変わりそうだ。さて、どっちにしようかな。右か左。俺は左。入り組んだ道が見える。ここは研究施設にしては道が複雑すぎるんじゃないだろうか。うん。初めて直進を選んだわ。うねうねとした道が続く。僕はどこへ向かっているのだろう。もしどこにもたどり着かなかったら。リオ、あれ、背後に寒気が走った。すごく暗い。それに冷たい空気が流れている。なんだかすごく嫌な感じだ。右か左と言われればやっぱり僕は左さっきは左ばっかなんだよな。この道で合ってるのかな。一人なのに思わず心の声が出てしまったもうなんだよこれ。こう右と左があるときはもう直進を選ぼう。うん、そうしよう。またここか。この世界には僕以外みんないなくなってしまったんじゃないだろうかそう思えるぐらいこの地下は孤独だ。いいね、右行ってみるか。あれ、少し暖かい風が流れてきた。こんな地下にどこから流れてくるんだろう。それを考えるとなんだか不気味に思えてきた。まあ右左っていけばなんとなく直進してる気にはなるよね。直進じゃねえか。あれ、辺りには貯水タンクのようなものが並んでいる。タンクからは太いホースのようなものがどこかへ伸びて時折ブクンと波打っている。それが僕には大きなミミズのように見えた。先へは行けないか。どこにも新しい通路はなく、元来た道をたどるしかないようだ。なるほど。こんな地下にどこから流れてくるんだろう。それを考えると不気味。この時はどこ行ったんだっけ。直進したんだっけ。直進してみよう。なんかこれ初めて右に曲がる道だね。肉の壁がむき出しになっている。ラボに入る前に見たものより元気はないようだ。不気味に轟く感じは見られなかった。この道で合ってるのかな。一人なのに思わずなるほどね。とりあえずちょっと直進してさっきの左の道行ってみようか。おい、突然声をかけられ僕は身構える。二人か。おい、リオ、大丈夫か。パンジョーさん、よかった。見れば月山さんと一味さんたちもいる。彼らもなんとか合流できたみたいだ。少し捜査官たちと遊んでいてね。無事かい。ハトと、僕は大丈夫ですけど、怪我は。ちょっとな。でも大丈夫だ。それより金木のやつを見つけようぜ。背筋にビリビリきやがる。どうも嫌な予感がすんだ。わかる、感じる。金木くんが僕を呼んでいる。おいあれ、ムカデじゃん。うわー、急に出てくると思わなかった。あの顔のマスク。金木番長さん、みんなよかった。あ、そうか、もうこれはあれなんだね、その後なんだね。下りあるかと思ったんだけど。金木ダメだ、番長さん。金木くん、うわー。で、ここであれだよね、助けに来たよ。金木くん、正気に戻りたまえ。グハ。みんなを守らなきゃ。みんな、僕が守るんだ。守るんだ。みんなだ。みんな僕が。そうだ、僕なら。金木さん。僕ならできる。これは修造かな僕しか。僕ならをできる。ああ、これはあれだね。もう完全に狂ってる時なのね。金木さん。僕は、あ、で番長さん、うわー、ごめんなさい金木くん、番長さん、傷は深く、血が床を伝っていくのが見える。このままでは。その時、傷が、カグネ？番長さんの背中から小さなカグネが伸び、彼の傷口へ流れ込んでいった。彼のカグネはまばゆい暖かな光を放っていた。RC 細胞が傷口を癒す。即効性の治療。肉体の危機にカグネが反応したのか。番長さん、いって。番長さん、僕は、なんてことを。なあ、金木、お前はみんなの分の弱さまで背負って、もっともっと強くならなくちゃいけねえ。仲間に何かあったら、全部自分のせい。一人で全部抱えて、弱音の一つも吐かねえ。ずれえだろう、そんな生き方。俺は平気だ。だからもう自分を責めるな。誰かを救う前にお前が救われてくれ。番長さん。ゆっくりと金木さんの顔を覆っていたマスクが崩れていった。彼の顔はいっぱいの涙であふれていた。おー、なるほど。結局、加納は青霧の木に連れ去られてしまったな。まあ、あのマスタッシュ、ヒゲの紳士が、相手では、さすがの金木くんでも難しいさ。お兄ちゃん、大丈夫かな？もうずっと寝てるけど。ふむ、ここは一つ、親友である僕が様子を見てこようか。だったら俺が行く。ふむ？ひなみも行く。おやおや。さて、これはどうしたものか。今は一人にさせてあげた方がいいような気がします。そうだな。これからどうするかは、大将の調子が戻ってからにすっか。おきどき。仕方あるまい。それまでは、ゆったり羽を伸ばさせていただくとするよ。また何か差し入れに足を運ばせてもらうけどね。僕もこれからどうするか考えないと。兄さん、待たせてごめん。失礼。まだ見えないジェイルの正体。僕と兄さんの運命を狂わせた張本人。やつを見つけ出さないと。アンテイクか。まあこっちがメイン。久しぶりだな、アンテイクに行くの。お、3章になった。変革。加納教授の地下研究施設の件からしばらく経った。今もジェイルはどこかで息を潜めているのだろうか。兄さんはどうしているんだろう。金木さんは今も一人塞ぎ込んでいるのだろうか。パリン。あ、ちょっとあんた何やってんのよ。すみません。ごめん。すみません店長。大丈夫かい。上に代わりのカップがあるから取ってきてもらっていいかな。はい。でも破片が。いいよ、私がやっとくから。ありがとうトウカさん。かわいい。店長たちに迷惑をかけてしまった。金木さんじゃないけど僕もこの頃は気持ちが塞いでた。アンテイクでの仕事は楽しい。接客にもだいぶ慣れてきたし、コーヒーの入れ方もみんなほどじゃないけど上達した。だけど心のどこかでいつも焦燥感を感じている。最初はかがり火程度だったその感情は今では対価となって僕の心を追い尽くそうとしている。本当に兄さんを助けられるのだろうか。僕は精一杯 やれているのだろうか。いくらジェイルの影を追っても奴の足取りはつかめない。こんなことをいくら繰り返しても無駄なガキ なのではないだろうか。あの冷たく巨大な檻のどこかで兄さんは一人で 何を感じ何を考えているのだろう。兄さんは僕がコクリアを抜け出したことを知っているんだろうか。そうだとすれば僕の助けを待っているだろうか。僕は助けに来ないことを願っているだろうか。いくら考えても考え尽くせない。後悔、無力感、絶望、大量の感情が波のように押し寄せ、その波は一向に引こうとしない。また考え込んでしまっていた。ダメだな、こんな調子じゃ。そうだ、替えのカップを取りに来たんだ。僕は戸棚の中を見回し、ちょうど良さそうなカップを取り出した。フロアに戻ろうとした時、一つのカップが目に入った。僕もアンテイクで働いていたおかげで少し洋食器には明るくなった。いわゆるアンティーク調というのだろうか。装飾の施されたカップが大事にしまわれていた。こんなカップあったんだ。店長の大事なものかな。あれだね。まあ今はいいだろう。僕は替えのカップを持ってスタッフルームを後にした。終わった。よし、帰るか。お疲れ様です。お疲れ様。お疲れ様。トウカちゃん。リオくんもお疲れ様。少しコーヒーでもどうだい。いいんですか。いただきます。少し待っていてね。出たギャルゲー。メインヒロインは店長なんじゃないかな。コーヒー豆の独特の香りが温かな湯気に乗って鼻の奥をくすぐる。やっぱり店長のコーヒーは一味も二味も違います。ありがとうリオくん。リオくんも随分コーヒーを入れるのがうまくなった。ありがとうございます。店長に褒められて僕は認められたような気持ちになって嬉しくなった。そういえばリオくん、最近少し物思いにふけっているようだけど大丈夫かい。すみません。今日もカップを割ってしまって。いや、それはいいんだ。ただみんなも心配しているからね。皆さんが、アンテイクの仲間だからね。何かあれば話してね。僕みたいな突然現れたグールをこうして受け入れ、困っていれば助けようとしてくれるその優しさが僕には嬉しかった。兄さんのことばかり考えてしまうんです。兄さんは今もコクリアにとらわれているのに、僕は何もできていなくてすごく無力で、気づけば僕の目からは涙があふれていた。止めようと思っても止まらない。感情を口に出したら全てがあふれ出した。僕は兄さんのために何もできていない。兄さんには僕しか頼れる人がいないのに、僕は君のお兄さんは今の君に何と言葉をかけてくれると思う。僕が悩んでいるのを知ったら兄さんはきっと、リオ、俺は大丈夫だ。お前は前を向いて生きろ。それから守ってやれなくてごめんな。おえつが止まらなくなった僕の背中を店長は優しく撫でてくれた。僕はもう流れ出すものを止められなくなっていた。私は彼がどんな人物かはわからないが、でもきっとコクリアへ身を差し出した時、彼の心はすでに決まっていたんじゃないかな。彼は君のために生きていたんだよ。だから君は君自身のため、そして僕が守りたい誰かのために生きていくのがお兄さんの願いなのかもしれないよ。そうなのかもしれません。きっと今の僕を見れば兄さんは怒ると思います。それでも僕は怖いです。兄さんを失いたくない。うん、わかるよ。わかる。僕自身のために生きる。今の僕ではその選択を取る自信が許せない。選択を取る自体が許せない。でも店長の言うように、きっと兄さんは僕には僕自身の人生を生きてもらいたいと願っていると思う。兄さんは誰よりも僕に優しい人だったから。そういえばあのカップ、店長にもそういう人がいたのかな。自身を犠牲にしてまで自分に生きろと願ってくれる人。自分が犠牲になってでも生きてほしいと願える誰か。店長、僕は決着をつけなければ。コクリアから抜け出して身寄りがない僕がどんなに助けられたか、感謝してもしきれません。でも僕はもうこれ以上ここにはいられません。答えを出したいんです。これからどう生きていくのか。突然決めてすみません。本当にたくさんお世話になりました。寂しくなるね。僕も。いつでも戻っておいで。ありがとうございました。兄さん、ジェイル。逃げ回るのはもうやめだ。立ち向かおう、木島に。マジか。ということで、このパートはここまでにしましょう。ではまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。